もちろんね、治療に専念してほしいという言葉もありますけれども、読めば読むほど、最近、水泳が非常に盛り上がっている時でもあるんですよ。オリンピック担当大臣として、水泳に非常に来て、オリンピック担当大臣として非常に期待している部分もあるんですよ。一人リードする選手がいればみんなその人に惹かれて全体が盛り上がるんですよ。その盛り上がりが下火にならないか若干それは心配してますねって。今、白血病に立ち向かう人に、どういう言葉かけてるんですか？撤回して済む問題じゃないですよ。大臣にわかりますか？そういう癌と戦う方の気持ちが。そしてそれを支える家族の気持ちが。わかんないでしょ。オリンピック担当大臣って文脈で言いますけど、本来であれば選手に最も寄り添うべき立場の人間ですよ。全く資格がないと思います。そういう立場としても、そして、私自身、白血病と戦う母を見てた人間としても、大臣なんてすぐ辞めるべきです。あなたが今やれることは撤回とかそんなレベルじゃないですよ。あなたができる責任の取り方は直ちに今やめることです。盛り上がりが下火にならないか心配しているという発言のものにつきましては、池江選手が水泳界をリードするとともに、他の選手の目標となる選手である趣旨を述べたものですが、配慮を欠いたと思いますので、撤回させていただきます。職務を全うできるよう努めてまいります。